江西景德镇市，这次我祝迎来了一位新的主持人。大家好。经过无数次的 NG， 新手主持人终于勉强地完成了自我介绍。大家好，我是来自日本北海道的日本人柚子，然后我现在在南京的和之梦工作的一个日本人。今天我们来到了景德镇，我们来找一个无助的助人工，是因为最近量是有点忙，太累了，所以我来做他的代替的主持人。之前来过景德镇吗？没有，这个是第一次来到景德镇。对景德镇有什么印象？有很多陶瓷的，然后那个什么陶瓷的夜市啊，对，还有很多，据说很有很多好吃的，是吧？知道我就是主持人，平常都干些什么吗？跟主人公一起吃饭。那个是什么？嗯，一根一根的东西，路灯啊，路灯的路灯吗？陶瓷的路灯啊，红豆豆，应该只有这边，只有景德镇才有，全国对，只有景德镇的特色的一个路灯，叫什么？青花瓷。景德镇所到之处皆是陶瓷，这次节目组入住的地方便是陶艺工作者的聚集地之一——三宝村。叫什么？三乐科。科怎么念？科站、科建、科田、田镇、科站、科站啊、哦，有了有了，那个哦，那个人哎，好像有那个陶瓷的地方。哎，你好，这个是烤陶瓷的地方吗？是的，哦。大概烧多久这种东西？我们已经烧了，已经烧了15个小时。4个小时。15个小时。哇，是把东西放在这儿，然后嘎嘎嘎嘎嘎划过去吗？哇，すごい，我有点怕，我是毛手毛脚的。哇，つながある。这个是拉完的皮。皮是这个东西吗？胚胎的胚吧。啊，批在景德镇，成千上万的陶瓷艺术创作者从四面八方汇聚于此，他们被称为景漂，本期的主人公也是其中之一。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。一大早，节目组和主人公相约在景德镇的特色市场鬼市碰面。好，早上好，我今天来到了，怎么念？曙光路，古玩市，鬼市。知道我们来这干嘛？叫主人公。好，主人公今天早上在这边逛，然后他好像会跟一个神秘人物一起。好，那我找一找。有没有你感兴趣？所以这个是之前的瓷花的那个什么破碎的，但我完全不懂。景德镇鬼市每周一凌晨3点开市，天一亮就消失，夜里大家都打着手电筒交易，低声交谈，鬼市便由此得名。鬼市上卖的物件大多是瓷器古玩，也有雕塑等。好好看，这个多少钱？1500。还好我没有碰，吓死我！碰一下应该没
なんか全部高そうに見える。对对对，他说一千五，可能不是一千五，是吧？是内行人嘛，当然。对，所以有点怕，虽然有点想买。这样子不怕。连夜老师，啊，个子好高啊！这一次的神秘嘉宾是我住之前的主人公连阳，一名岩彩画艺术家。高柳老师还没来，堵车了。啊！真的真的好多朋友一起，因为这里我完全不懂。啊！不然我你们一拨人来吗？我怕交学费。好巧。哇！他紧张就碰到我。你在这边干玩吗？啊！想买？有什么要调的吗？想，但我根本不懂，所以我怕。我也不懂，他们会问他们你想要什么。啊！我其实蛮喜欢那种颜色多的，就是这种。他觉得这个挺好看的。不好看。他觉得不好看。那就那算了。那就听专家的。他们在哪里？就你们之前见过还是？我们一直是微信好友。哦。但是也是昨天见面。啊，那里。高柳老师。哦。和温老师。こんにちは。高柳老师。はじめまして、石川ゆずです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。那边是温暖。はい。日本人さん普段よくいらっしゃるんですか？いや、初めてなの。あ、そうなんですか。だからね、ノーム DD がね、やっぱり知らなくて、ここの場所。あ、来たことない人っていっぱいいるんですよ。あ、そうなんですね。私もいつでも来れるからいいやと思って、先延ばしにして7年間も、はい、7年間あ7年前にいらした。いや、7年前。这次的主人公叫高柳林旭，是居住在景德镇的陶艺家。あ、龍。あ、龍。近代。这个是什么草？南方。好像近代耶。哇，他懂了。すごい。哇，哦，わかった。どこ見て判断してるんですか？このフェンシュイのフェンシュイ舞台上近代へ。不像明代。明代か。民謠的。官窑的。那我官窑民謠高一点。官窑的要贵一点，以前的官窑。这么粗暴的解释，这么粗暴。哇，皇帝宫啊。面白い。果然还是要跟懂的人一起来的。对对对，自己逛根本就不知道怎么办。これあの事情です。私がやってるやつと同じなんだけど。どれですか？これですか？顶级的。これ本物かな？本物っぽいね。わかんない。これってなんて言うんですか？これ対比天目、代比天目。真的，这个真的。假一赔十。假一赔十，你有十个吗？我可以赔十倍钱给你，那个要8000块钱。贵八千。八千。那叫红木龙，干哪？这王子的多少钱呢？王子的30万人民币。打底。嗯。好多人，好多人。哎，对对对，咱咬口。千给我，这个可以吗？面白いけどね。いいね。色もいいですよね。あれお墓ですよね。那个墓碑。差不多。排位。中国叫排位。誰が買うんだろうね。誰が買う。什么都有。何でもあります。这个是什么？这挺好吃的。我跟你说的。我给你拿这两个。这个。这个挺好吃。我去做。早餐是景德镇的当地特色小吃，冷粉、饺子粑、水煮等。哇，冷粉。ジャンシーっぽいよね。そうそうそう。ケジョッチンだけ。サンシャンがめちゃくちゃおすすめしてる。いただきます。
嗯，回去是吧？嗯，这个肯定很好吃。嗯，快吧。哎，对对对，感觉挺香的这个东西。没有，好辣，好辣。哎，辣吗？你不是四川人吗？要不来点豆子吧？豆奶。他是北海道，我是四川，然后我被辣到了。对呀，怎么回事？你是四川人。是吧？是吧？地元的ものは美味しいね。私これ上海でね食べたの。なんかでもちゃんとしたホテル、はい、少しのホテルの中で食べた。全然味しなかった。こっちの方が美味しい。美味しい。高柳老师大学毕业后曾在日本大型旅游公司工作过十年，因为偶然的机会，在一次展览上看到带皮团花天目这种瓷器而喜欢上陶瓷，之后便辞职开始进行专门研究。三宝国际陶艺村创建于1998年，自创始以来吸引了众多中外陶艺家聚集于此，高柳老师也是其中之一。初到景德镇时，他在三宝村的世外桃源研究陶艺。あ、すごい。変わってないですか？あ、じゃあここで、その当時は。あ、いっぱいある。え、これ日本式の。ここ？ここかそこで。ここかそこ。へえ。で、これも変わってない。これすごい便利だ。中に道具が入る。へえ。え、当時やってる時何人ぐらいいたの？一切都没有变。うん、あ、私当時さ人のもの使ってるからさ、すっごい気をつけていつも拭いてたの。じゃあ今日のでそれすごい嬉しがってくれた。そういう人、そういう学生ばっかじゃん。そういう人はあんまりいないから。こんなところで住んでたのいいな。そんでさ、なんかこうあって、なんかこう自分のエゴ、作りたいエゴがこう、うん、見えてくると、この山が見えるとなんかこうなんかシャーライっていう感じになっちゃう。あ、ちょっと落ち着く、うん、ちょっとふかしすぎちゃってるような時、こうなんか作らなきゃっていう時に、この山がこんだけ近いとね、やっぱりね、うん、落ち着くっていうか。在这里做东西多美。对啊，感觉这边敏感肯定很多哎，在这边做的。是。よく見てて、なんかこれやってもらうから。わかりました。これ菊練りって言って、ここは菊みたいになってくる。へぇ、うん、日本では菊練り3年とか言って。菊練り3年、うん、これに3年そう、うん、で、ろくろ10年、うん、これ見てると簡単だけど、やると難しい、うん、超難しい。これを持ってきて、重い。そうそうそう、あ、そう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 、上手。あれ難しい。用身体的力量压下去。用身体的力量压。他都できないくせに。要不很累的。你试一下。你以为我崩溃？手的很好哎。来吧来吧。这个是菊花。菊花没了。いやらない。あ、すごい。完全不一样。見てるだけで簡単そうなのになんでこんな難しいのか。綺麗。来到景德镇，陶瓷体验自然不能错过。水つけて。でまず中心を取ります。中心を取ります。今度はまた下げて。穴を開けていく。ね、穴が開きました。気泡があるけど。で。私はここの時に大体上の厚さを決めちゃいます。ここ茶だまりって言って、少しねくぼませるとここに茶がたまるようになって、それが景色になるっていうんでね、いつでも回しながら、いつでも回しながら、うん、そう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 、こういうふうに突っ張ると痛いし、指があれなんですか？突き指します。まぶし指なんです。
啊，そうなの？購入できる？購入。そうそうそう。手指不能弯吗？我手指有点奇怪。是眩しい日っていうの？眩しい日っていうの？ちょっと待って。OK、OK、だ。はいはい、すごい、あそこまで。パンってやらないで。うん、そう。いいじゃない。より芸術的な作品になりました。七年前初到景德镇的高流老师就在这样的自然环境下学到了许多景德镇瓷器的制作技法，经过风干、修坯、上釉等多个步骤，到最后烧制出成品需历时一个月左右。所以你们是就是要来景德镇的时候不是已经决定好一定要去景德镇，而是要去哪里但还不知道，所以一直走来走去然后找自己。应该差不多是定了景德镇，对，定了，但是想过来看一下具体什么地方。对，因为朋友之前有发那个照片说这个蛮好。え、我还没看照片呢。Even I didn't see the photo。就是他名字。嗯。我们导航过来的。那时候就是这里是一样，其他的都不一样。这边有红蜜桃的树吗？红蜜桃。红蜜桃とか奇异果とか。猕猴桃。あ、逆だった。猕猴桃。猕猴じゃないです。私は。生まれた国だよ。そう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 。じゃあいい。買えば。買えばいいのに。啊，プレゼントしようか。哎，要权利，要权利。这个多少钱？想要。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我住会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！